はい、こんにちは、わたがしです。今回はパチンコ講義ということで、私のブログにもね書いてあるんですが、ホール選びで失敗しない方法、そして、優良点を見抜く方法というものを今回ご紹介していきたいと思います。まずね、パチンコ屋さんというのはあなたの近所にもねかなりたくさん存在しているかと思いますが、毎回休みの日、それから仕事終わりになると、今日はどのホールに行こうかなとかってね、考える方っていませんか？これ、今日限りで絶対終わりにしてください。確かにね、周りにはいろいろな店舗さんがあって目移りしてしまいがちなのと、あとね、同じ店舗ばかりに行っていたら負けるんじゃないかというねオカルトを持っている方もいらっしゃるかもしれませんが、パチンコでね勝つためには、まず立ち回る店舗を1から3店舗、まあできれば2店舗までにね、絞ってあげないと、なかなかねパチンコのみで勝ち続けるというのは厳しいかと思います。それに、同じ店舗に通い続けても負けるということは一切ありません。はい。またね、補足ですが、防犯カメラで見られているから出ないんだとかね、防犯カメラにお辞儀したら当たったとかね、そういうのももちろん存在しません。はい。でね、話を戻しますが、やはりね、同じホールで毎回打つことができれば、ホールの癖、それから傾向、状態というものをおのずと把握することができます。例えばね、図のように扉が 1,2,3,4,5,6,7 とあって、一つはね、有料店、まあここで言うと赤い扉ですね。それ以外は普通以下の店舗だったとします。で、休みの日、それから仕事終わりに、じゃあ今日はねこのお店に行こうかなとか、じゃあ今日はこのお店にしようとかね、普通以下の店舗を転々とするのと、あとね、近所のホールを1店舗1店舗よーく観察して、この赤扉のね有料店舗一つに絞り、ここのみでねひたすら立ち回り続けました。この2つの差って歴然だと思いませんか？確実に赤扉に通い続けた方が勝てるビジョンというものが浮かびますよね。そう、この動画の趣旨というのは、この赤扉のような有料店を選出しようというのがコンセプトなんですね。というわけで、じゃあ前置きが少しね長くなってしまいましたが、じゃあ本題に入っていきたいと思います。それでは見ていきましょう。はい、じゃあ1つ目、お客さんがしっかりと入り稼働しているお店というわけで、当たり前ですが、まず第一にね、お客さんがたくさんいてしっかりと稼働しているお店を選出してください。お客さんがいないとかね、稼働していないお店というのは利益を生むことができないので、ほぼね毎日回収しております。また20円スロットとかね4円パチンコはガラガラなのに、1パチとか5スローなどのね低レートのみ繁盛している店舗さんというのもかなり危険です。パチンコスロットの台数っていうのは、もちろんね大いに越したことはありませんが、そこまでね大きく関係があるというわけではありません。稼働が高い店舗さんっていうのはそれなりにねお客さんに還元してくれますから、こちらのねお客さんがしっかりと入り稼働しているお店というのは、絶対条件と言えます。では次に行きたいと思います。はい。2つ目、釘、それから設定を量調整してくれるお店で打つということですね。はい。画像は、私のねガロゴールドストーム賞を打った時の釘なんですが、この袴部分に注目していただくと、右側のねこちらの寄り釘が、開いている、要はへそ側に向いているというのが分かりますよね。これによって風車よりも、右側、要はへそ側に玉が行きやすいですから、まあよく回るといった感じで、まあちょっとね趣旨と変わってしまうので釘の説明っていうのはしませんが、まあこのようにね両釘あるいは両設定のホールというものを選択してください。でですね、お客さんがたくさんいるイコール釘や設定がいいというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、一概にそうとは言い切れないので、こればっかりは自分の目とデータを頼りにして、お宝釘とかね高設定を扱ってくれるホールというものを探してみてください。はい、そんな感じですね。じゃあ次いきます。3つ目、有名ライターの来店イベントを狙う。はい。この画像は、私のね実家の方に届いていたハガキで、シーサさん来店収録ということで、久々ね前方から離れてシーサさんが打っているホールに行ったんですが、まあひどかったです。このお店っていうのは前にもねソロパチの磯丸くんとかが来た時でも回収していたので期待はしていなかったんですが、通常営業以下といった感じでしたね。はい。まあこのようにね、ライターが来ても回収する店舗でしたら意味がないんですが、
スロパチのね、磯丸くんとかヨシックくん、それからワンゲームのテツさんとか、あとライターではないですが、柴田さんですね。彼らが来店時にね、全力で還元してくれる、要は出してくれる店舗さんというのはかなり強いので、まあこういったイベントを狙うのは大いにありです。ただ、その場合は、パチンコの稼働というよりは、スロットの設定狙いがメインという感じになりますので、そこはね、頭に入れておいてください。はい、じゃあ次いきます。4つ目。今までね、散々ブログでも動画でも LINE アットでも言っていますが、スマホから出玉をチェックできる店舗さんに行きましょうということで、パチンコ屋さんにね、毎回毎回通い続けられる人なら、どの店舗に行っても問題がないんですが、仕事をしながらね、そんなことをできる人っていうのは現状はあまりいないと思いますから、スマホからね、確認できればやはり強いですね。というか、まあこれができないと、パチンコで勝ち続けることってかなり困難なんじゃないかなというふうに私は思います。ですから、まだ持っていない人は、データロボサイト7というものを有効活用してください。概要欄にね、URL を貼っておきます。はい。まあね、簡単ではありますが、じゃあ次に行きたいと思います。5つ目、お店の口コミや評判を確認するということで、今やね、ネットで何でも調べられる時代ですから、近所にあるね、ホールの口コミ評判というのを、随時確認してみてください。有名どころで言ったら、爆祭というね、掲示板がありますが、まあこれはね、負けた人の嘆きが多いというか、負け組しか投稿していないので、まあ参考にすらならないかもしれませんが、たまにね、有益な情報を発する方というのもいます。あとはね、お店の店員とか、店長とかと仲良くなって話を聞くとか、あとね、近くにいる立ち回りの上手い人に話を聞くとかして、まあ自分なりにね、近所のホールを評価してみてください。はい。じゃあ最後、6つ目。清潔感が保たれ、整備がしっかりとされているお店ということで、これもね、かなり注目度が高い項目でして、パチンコ屋さんのね、駐車場にゴミが落ちているだとか、あとスロットのメダル、それからパチンコ玉を触ってみたら手が黒くなるとかね、そういう店舗というのはもはや論外です。はい。やる気もなければね、出す気もないし、そして従業員への教育もなっていない、さらに従業員を節約している、で整備も全然しないといった感じでね、このようにねボロがたくさん出てきますよね。まあこれだけではなくてね、灰皿の周りが常に汚いとか、飲み物が散乱しているとか、床にこぼれているとかね、まあ従業員がなかなか来ないとかもありますから、よーくね注目してみてください。はい。じゃあね、今回はこんな感じで終わりにしたいと思いますが、まあね、この動画を見ている方の中にはね、パチンコを楽しみながら打ちたいとか、好きなパチンコ台が置いてあるホールで稼働したいんだとかね、まあそういう方もいらっしゃるかと思いますが、まあそれはそれでね、もちろんね、ありだと思います。まあパチンコは娯楽なんでね。はい。まあただね、せっかくパチンコ屋に行くのなら勝ちたいっていうのが人間の本望だと思いますから、ホール選出の重要性というものを覚えておいてください。もしね、何かわからないこと、それから気になることがありましたら、私、わたがしは LINE アットをやっておりますので、ぜひね、連絡してください。パチンコスロットのみならずね、バイナリーオプションとか FX といった投資での相談も受けたまわっております。で、LINE の友達追加方法ですが、画面のね、右側にある QR コードを読み取っていただくか、または LINE アプリの ID 検索にて、@wata777 と入力をしていただくか、もしくは動画下の概要欄に記載してある友達追加リンクから、アクセスをしていただくか、この3つのうちのどれかとなります。でですね、2番目の LINE アプリの ID 検索をする際は、先頭のアットマークを抜かしてしまいますと、別の方が出てきてしまいますので、ご注意してください。あと、この動画がいいなと思ったら、高評価ボタン、それから YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは本日も動画をご視聴いただきまして、ありがとうございました。